皆様、ごきげんよう。チューリップリンセスです。今日は土曜日。皆さん、お出かけでしょうか私の今日の、えっと、朝ごはんですね。朝ごはん、美食所ごはんをご紹介させてください。じゃじゃん。今日は美食所納豆スペシャル。イエーイ。今日は私的美食所納豆定食を作ってみました。 でこんな感じで、あのー、ちょこちょこといろいろ並べられておりますが、一つずつご紹介してみたいと思います。はい、まずはこれ、じゃじゃん。美味しいお漬物ですね。いろんなお漬物を用意しました。実は最近ね、なんかもうお漬物がなんかとにかく、あの、食べたくなってハマっちゃってて、で、それでもう、また私の悪い癖なんですけれどもね。 あの、ちょっとずつ買えばいいのに、一気にね、また <laughs> いろんなお漬物が気になって、あの、第一宅配でいろいろと買ってしまってね、まあなんかもういっぱい今、お漬物が冷蔵庫にあるような形なんですけれども、私と母はね、あの、まあ、何回か今まで話したんですけれども、あの、ホテルの和朝食が好きだったんですね。なんかあの、上質なホテルの和朝食ってすごく美味しいですよね。 あのお上品なだし巻き卵があってねすごくおいしくて奥ゆかしい品のあるあの品のいいあの炊き合わせがあってそれもすごくおいしいしあと焼き海苔とそしてねこんなふうにいろんなのお漬物が3種類ぐらいあの出ませんか <laughs> なんかそんな感じなのでねそれをまた思い出しちゃったんですけれども今日のラインナップとしては、えー、白菜、えー、そして白草、えー…あ この白菜はですねこれがまた美味しかったですねこちらはねあの第一宅配の,あのお塩だけで漬けた白菜なんですねなので添加物とかもないし安心していただけますしかもそのお塩も天日干しのお塩なんですなのですごくあのいいですねなのでこの白菜もちろんこのままねいただいても美味しいんですけれども やっぱり、ね、何回かまたこれも言ったんですけど母がなぜかねあのこ,うこういった白菜の漬物にマヨ醤油をつけて食べるのが好きで,す、ね、好きでしてまたね一気にあのホテルの和朝食感が損なわれてしまうんですけれどもなので別皿に私も、えっと、マヨネーズとお醤油をしてねちょっとやっぱつけてまた食べてみたんですねそしたらもう本当にまた美味しくってご飯が進みますね。 ねやっぱりね美味しかったです。マヨネーズはね、えっと、成城石とかで売ってる、有精卵のえマヨネーズっていうな、卵黄だけかな卵黄だけ使ったようなのがあるんですね。あの、卵白はね、ちょっと生の卵白って、あの、ちょっとアレルギーを誘発しやすいんですね。なので、私、アレルギー体質やアトピー体質なので、まあ、卵黄だけのマヨネーズは嬉しいかなと思って、 まあそれを結構ね買ったりとかもしています。でえっとこちらのもう漬物だけでこれ丸一が終わりそうなんですけれども、えっとこちらの右側がまあ最近よく食べてるあの有機のしば漬けですね。これもあの美味しいですし、この左があの最近あの開封したあのこちらも無着色のあの第一卓飯卓安でね、これもねあの美味しいですね。でそして上が もももう何回もねねいつも食べてる梅干しです、ね、こんな感じでまあちょっと盛りすぎかなっていうふうにも思ったんですけどもあのいろいろやっぱりあの食べたくなっちゃって結局お漬物の4種盛りになってしまいましたでこちらがね何だろうなって <laughs> これはあの昨日の私の,あのえっ、ー、とチューリップリンセス犬秘伝の秘伝かわかんないんですけどもなんか伝統のなんかあのおいしいお雑に を作ったと思うんですすけれども <laughs> ありがとうございますでそのお雑煮にあの使った、えっと、鶏肉ですね鶏にささみささみを甘辛く煮たのがまだ少しだけ余っておりましたのでこれはもうなんかもう甘辛く煮てあるのでねささみこのままあのもういただきました。 で、こちらがあの小五目豆教えてくださった美食堂様、本当にありがとうございます。ちょっとまだ作れていないくって、これは本当にこの間買ったあの。藤っ子のなんですけれども、まだあったのでフジッコの、藤っ子のあの五目豆をとりあえず今日はいただきました。えっともうすでに5分になろうとしているので、えー、丸2に続きたいと思います。